フードファイター、その名の通り食の戦士。彼らは皆強靭な胃袋を持ち、目の前にある食べ物を全て食らい尽くす。それは常人ではなし得ないこと。確かにすごいけれど、俺に言わせりゃ彼らはまだまだだ。強靭な胃袋を持つというのなら、せめて俺くらいの胃袋を持ってきてから言うんだな。俺が誰だって？俺だよ、俺、ミシェル・ロティートだよ。俺の伝説は9歳の時から始まった。改めて、僕の名前はミシェル・ロティート、9歳、グルノーブル出身のフランス人だよ。もっと僕のことを教えてあげたいけど、ごめんね。僕は今、おやつに夢中なんだ。レロレロ、レロレロ、変な味。今日の僕のおやつは、変な味がするフランス製の飴玉。なんかじゃないよ。僕が食べているのは、完全鉄製のボルトなんだ。美味しいとは思わなかったけど、なんでか食べちゃいたくなったんだよね。やめられない、止まらない、僕はこれをほぼ毎日食べている。もちろんお母さんに隠れてね。見つかっちゃったら多分怒られちゃうし。でもある日。何食べてるのミシェル、吐き出しなさい。バレちゃった。そしたらめちゃくちゃ背中を叩かれた。吐きなさい、吐きなさい。痛いよ、お母さん。別になんともないんだけどな。先生、ミシェルに何かありましたか？これは。汗だらだらの先生、それを見て泣きそうなお母さん、ケロッとしている僕、場はめちゃくちゃカオスだった。先生！すまない。こんなことは初めてでね。いやー、症例自体は珍しくないのだが、お母さん、よくお聞きください。ミシェル君は、移植症です。移植症というのは、普通口に入れるはずのないものを食べたがることらしい。僕のことだね。原因は栄養不良やストレス、精神地帯、精神疾患合併の一つなどと言われていますが、そこは今置いておきましょう。それで、移植症だとどうなるんですか？普通は消化できないものを入れているので、胃炎や胃潰瘍、腸閉塞等が発症する可能性があります。ですが、ミシェル君がそれらを発症する可能性は限りなく低いでしょうね。ミシェル君の胃と腸は普通の人の2倍くらい厚いんですね。だから胃酸も超強力になっており、金属を簡単に消化できるんです。へえ、僕のお腹すごいんだね。数年後、俺は16歳になった。牛皮は肉っぽいから食べやすいな。消化ができて、いくら食べても何ともない俺の体。移植症は年を重ねても治ることはなく、むしろ食べられるものはどんどん増えている。だから俺はこいつをうまいこと使うためにある決心をした。イエーイ！それがパフォーマーになること。パフォーマーにさえなれば、俺のこの偏食もエンターテインメントとして消化できる。これ、手品じゃないのよね。これすごくない？すごい。ドン引きはするけど。こうして俺はありとあらゆるものを食べまくった。それは本当に多岐にわたり、これまで俺が食べたのは棺桶、バイク、テレビ、シャンデリア、ベッド、他にもスキー板や PC なんかも食べた。ちなみに前菜は香油、これが潤滑油の役割になっているから金属を飲み込みやすくなるんだ。あ、そうそう、エッフェル塔のかけらなんかも食べたな。歴史を感じさせる味だ。そして次に俺が狙った獲物がセスナ機150だ。全長 7.3 メートル、全幅 10.2 メートル、全高 2.6 メートルか。食べ応えがあるな。そして俺はボルトカッターやハンマーを使って機体を細かく解体しながら少しずつセスナを食べていくことに。さすがに飛行機というだけあって細かくした時の量は半端なかった。さてさて、どれくらいかかるのやら。それに当然ながら食べるものは金属だけじゃない。椅子のシート、窓ガラス、タイヤもある。それらもしっかり食べなければセスナを食べたとは言えないのだ。なぜミシェルさんはセスナを食べることにしたのですか？別に理由なんてないさ。これが俺のライフスタイルなんだげ。強いて言うなら、そこにセスナがあったから。そして俺は来る日も来る日もセスナ機を食べ続け、2年の月日が経った。ついに残るはこの一かけら。長かった食事ももう終わりだな。
セスな完食。それとともに俺はミスター完食の異名を獲得した。そして食べ終わった後は一応メディカルチェック、必要ないと思うんだけどな。結果はもちろん超健康体というか、移植を始めて体調が悪くなったことなんて一度もなかったけれど、そんな俺も夜年並みには勝てない。俺は2007年6月25日に57歳で生涯に幕を下ろした。いい人生だった。ちなみに死因は移植によるものではなく自然死だった。これだけのものを食べ尽くしたミシェル・ロティート、バイク18台、ショッピングカート15台、テレビ7台、シャンデリア6個、ベッド2個、セスナ機1機、両足分のスキー板1個、パソコン1台、棺桶1台、エッフェル塔のかけら1個、その他、カミソリ、電球、ボルト、個数不明。そんな超人な彼だが、食べるのを苦手にしていたものもある。それが、バナナとゆで卵。食べると気持ち悪くなったらしい。この2つの大食いなら、彼に余裕で勝つことができるだろう。強靭な胃の持ち主の彼だからこそなせた移植。一般の人間がすると間違いなく病院送りだ。決して真似をすることがないように。ご視聴ありがとうございました。ゴルゴンゾーラ伯爵、ほぼ毎日夜8時に漫画動画更新。